フランスの皆さん、どうもメインです。ボンジュー。今回初めてのワールドツアーロックヤビーツ開催ということで、なんとフランスでも単独公演を初めてさせていただけることになりました。フランスは去年初めて行かせていただき、その時はジャパンエキスポでライブをさせていただきました。ジャパンエキスポはやっぱりすごくね、大きなイベントで、たくさんの方が足を運んでくださって、みんな本当に私の音楽をしてくれてるんだ、嬉しいっていう印象がその時にはあったんですけれども、今回はソロライブ、初めてのソロライブということで、前回以上の一体感とか熱さっていうものをみんなと一緒に作れたらなぁと思っております。フランス公演は9月8日となっておりますので、ぜひぜひ当日会場で皆さんお会いしましょう。ということで、メインでしたー。